はい、どうもこんばんは、武蔵先生です。ということで、3月の15日月曜日ですね。時刻は朝の5時です。モンハンライズのことばっかり考えてまして、すっかりね、映画版のモンスターハンターのね、公開のことを忘れてたんですけれども、実はもうアメリカでは3月の2日に映画版モンスターハンターね、デジタルとブルーレイでもうすでにね、リリースされてると。YouTube のね、動画で見たんですよ。ちょこっとだけね、アイルーの、ワールドに出てくるあの、料理長いるでしょ。大団長の、元相棒？今も相棒なのかな？彼が料理してるシーンが、ちょこっとだけね、見れる映像がね、あったんですよ。まあ、冒頭でね、武蔵先生の大好きなミラ・ジョボビッチが、登場しまして、ミラ・ジョボビッチはね、ジャンヌ・ダルクって映画ね、もうすっごい昔の映画だけど、ジャンヌ・ダルクの頃から大好きなんだよね。ものすごいね、鬼気迫る演技でしたね。まあそれはさておきまして、今何やってるかっていうと、マガイマガドね、一回ソロでやってで、その後、息子ちゃんとマルチでね、2回ほどやったんだけども、まあ、全く歯が立たず、やっぱりね、武蔵先生ぐらいのスキルの方っていうのはね、やっぱり全然倒せてないみたいですね。なんかね、狩猟笛を使うとね、結構いいらしいんですけれども、まあ、武蔵先生はね、ちょっとね、太刀で、行きたいかな。まあ、太刀じゃね、まあ、全然、なんか第二形態があるらしいんだよね。上手い人の動画を見たんですけれども、第二形態なんか行かないんだよね。トータルで多分5分ぐらいしかね、戦ってないんで、あ、いたいたいた。今ね、だいぶね、人玉踊り、お前お前お前。方向を見切り切りでかわしました。やばいやばい。かけり虫がないぞー。やばい、回復しないと。さあ。今日はうまいんじゃない？危ない危ない危ない。危ない危ない。食らってる食らってる。ちょっとね、今回の目標は第二形態までね、とりあえず行くことですかね。ちょっとですね、危ない、見切り切りの出し方を、なんとなくコツをつかんだとね。うわぁ、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 やばいやばいやばい。落ち着け、落ち着け。ダメだ。一撃だ。ちょっと今ね、体力がどれくらい残ってたか、ちゃんと見なかったんですけれども。やられてしまいましたね。朝の5時ですよ、5時。朝の5時からね、仕事帰ってきて、モンハンライズ、めちゃめちゃやりたくてね。このマガイマガド。あー、タマミツネいるね。タマちゃんをね、送流して、マガイマガドにぶつけたいんだけれども、太刀だと、双竜の、ね、双竜待機状態にするまでに、かなり時間かかっちゃうんだよね。なんかね、狩猟笛だと、鉄柱試技一発で、双竜待機状態に持ってけるみたいなんだよね。動画を見たらね、上手い人の。なんだけど、太刀なんで、それはできないと。ね、下手したらね、玉水ねと戦って落ちる可能性があるからね。
そう、あと2回でクエスト失敗でございますんで、とりあえずね、ちょっともう余計なことはせず、まがいまがどのところに行きたいと思います。結構この体力の人玉取り結構取ったよね。5個ぐらい取ったんじゃないかな。方向で吹っ飛ばされたのか、今。さあ、いやー、すごいね、ガルプね。こんなね、立ち向かってくれちゃうわけ？そこにファンゴがいるよね、ファンゴ。ファンゴといえばね、武蔵先生が一番初めにね、モンハンに触ったのが、プレイステーション2のモンスターハンター 2？ ドスってやつね。あれね、なんかワゴンかなんかで100円で買ったのよ。その当時ね。なんですけれども、武器がね、武器の攻撃が、右のスティックなんだよね、あれね。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。でね、私、ドスファンゴだっけ？ファンゴの親玉。あれすら倒せなくて、そこでもうね、ドスは卒業しました。で、その後、息子ちゃんのためにね、息子ちゃんがまだすごいちっちゃかった頃ね、ウィーを手に入れたんですよね、マリオカート一緒にやるの。ああ、やられたー。喋るのに集中してたらやられたわ。これだけ人玉取りを取ってもワンパンなんだよね。しっかりしたところでちょっとね、倒せるとは思えないんですけれども、武蔵先生のね、集中力はね、1分ぐらいしか持たないんですよね。ただ実際、人の集中力って15分が限界らしいんですよ。まあ聞いた話なんですけれどもね。本当はなんかいろいろ環境生物とか取ったり、いろいろ利用してうまく立ち回らなきゃいけないんですけれども、なんかめんどくさくてね、とにかくすぐ戦いに行きたいと。あ、いたいた。あ、違うな。あれはリオレイヤーか。上行っちゃったのかな？あ、あと5分しかねえよ。大したダメージも与えてないのに、あと5分ですって。よし、かきり虫。これ防御力か。攻撃力。あ、いたいたいた。紫色に光ってんね。さあ、あと5分なんで、とりあえず、この5分間はね、映らないように頑張りたいと思います。さあ、ピカーン。さあ、もう錬金ゲージなんかね、全然たまんないよ。うわはは。ちょっと待って、もうこれで回復しとかないと。あ、やばい、やられるぞ。あぶねえ、死ななかったよ。よかったわ。ちょっと飛躍使っとこう。とりあえず、あと5分戦い抜く。これ危ない。はい、全然。おお、わかったわかった。あ、これかっこいいよね。かっこいいけど、なかなかやっぱり焦っちゃってさ、タイミングが。さあ、なんだこれは。怖いな、なんかな。エネルギーガンテみたいな技だな。さあ、もうね、もうゲージなんか関係ないよ、とりあえず。とりあえず、攻撃を食らわなければいい。食らったけど。あはは、やばいやばい、死ぬ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 。何飲んだ今。焦っちゃった。あ、そうだ、落としのとかあったね、そういえばね。さあ、爆弾をやって。はい、こっち来て、来て。あ 爆弾で自分で食らったわ。ちょっと今チャンスなのに。あ、ナイスナイス。音も音も入る、ナイス。あ、
あ、逃げちゃったね。くそー。あと5分しかないっつうに。ちょっと、ガルク、ガルク、早く来て。なんだよ、お前。間違えて爆弾セットしちゃったよ。もう、余計なところでさ、毒なんか食らわせないでよ。どこ行った？おい、減ってってるし、もう焦っちゃってさ。どこ？ああ、レイヤーで。どこ行きましたか？あ、いたね、あそこだね。あ、でも方向か。危ない危ない、ちょっと見えないですけど。見えないですけど、死んじまうよ。あと5分。もうね、時間切れになってもいいから、そこまで頑張りたい。さあ、回復するぞ。さあ、どの攻撃をするか。怖いよー。危ねえなー。やばい。やられる。正面にいたらやられる。怖っ。ダメだ、遅い。いやーはーはー。頼む、頼む、頼む。ちょっとねー、普段より口数が少ないのはね、仕事で疲れてるからなんだよね。しかも、朝方だしね。やばい、何これ第2形態じゃないよね。怖っ。危なー。今の食らったら絶対落ちてたよね。ちょっと待ってくださいよ、バカバカ。そんなと今かけり虫を使うつもりなかったのに、なんかプルプルしてる。怖えー、マジ。あ、やばい、死んでしまう。やばいぞ、やばいぞ。回復薬しかねえ。これ何気にこれ当たんないよね。まあ、さっき当たったけどさ。危ない。怖い怖い怖い、危ねえ、尻尾。あ、危ねえ、今尻尾の方に避けたぞ。あーやー、びっくりした。死んだかと思った。ただとりあえず3オツせずに済みました。クエスト失敗。いやー、個人的にはモンハンライズのコマーシャルごまきが良かったなー。ということで、ご視聴ありがとうございました。